はい、黒沢先生です。今日黒沢先生はここに来ています。山梨県河口湖湖畔です。河口湖湖畔からはこのように美しい富士山が見えます。今回の動画では河口湖畔からゆっくり富士山を眺めてみたいと思います。川口湖と山中湖、庄司湖、本栖湖、西湖の5つを合わせた湖を富士五湖と言います。なお川口湖は富士五湖の中でも一番標高が低い位置にある湖で、一番深いところでおよそ21メートルほどあるそうです。ちなみに河口湖は山中湖に次いで2番目に面積が広い湖です。というわけで今回は河口湖畔から富士山を眺めてみました。それではまた次の動画で。さよなら。